こんにちは。やばい、この世界ね、あの小学生でね、挨拶を習ってこなかった人が多いね。部屋めっちゃ人いるのに誰も今挨拶されてなかった。あなたですよ、あいつ。はい、じゃあこんばんは、こんばんは、こんばんは。ポケモン川柳、はい、わかります？あの大木戸博士の、まあポケモンのアニメ、俺とかが子供の時にポケモンのアニメ見てた人だったら、まあなんとなく覚えてる人もね多いかなっていうイメージ。あの番組の最後に言うんですよね。そう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 、ポケモンを絡めたこう七五のね、そうそう、川柳を。時には面白く、まあ、時にはなんかよくわからんのとか、うん、まあいろいろありましたけど、まあそれを今回はクイズにしてみました。はい、まあ、よく番組とかでよくある、あの一部分隠してそれを当ててもらうっていう、はいはいはい、まあそういうクイズと穴埋めね、はいはい、そうそうそう、穴埋めとなってます。じゃあ行きましょう。はい、で1問目、通り名は爆弾ボールだ〇〇〇〇〇。あ、これ簡単ですね。これはだってさ、例題じゃん、言ったら。あ、まあそうね、俺も一瞬で分かったよ、今。考える必要ない。じゃあ、答えていただきましょう。はい、通り名は爆弾ボールだ〇〇。正解です。いや、でもこれ2択だったんだよな。ビリリ玉か、まあ、そう、〇〇の2択なんだけど、ちょっと当てたから。まあまあまあ、これは簡単ですね。そうですね、じゃあ、こっからまあ本番ということで、2問目やっていきましょう。じゃあ、2問目、タガネール、風邪ひいたかな、ほにゃららら。あ、ポケモンじゃない方を埋めるパターンで。そうですね。ちょ、こっち、はい、こっちはね、マジむずい。いや、でも、こっちのパターンが。これだと二択とか発生しないんで。あ、まあ、確かに。タガネール、何、風邪をひいた、タガネール、風邪ひいたかな、ほにゃららら。あ、来た。これは来たか、マジで、マジで来た、これ来ました、来た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 、これ絶対当たってる。80点ぐらい、8割、うん、まあ、かすってのは言うと思う。じゃあ、答えていただきましょう。ハガネール、風邪ひいたかな、ハヨネール。残念。え、いやー、惜しいっすね。惜しい、惜しい、線は合ってた、線は合ってた。いやー、マジで惜しいっす。じゃあ答えは言いますね。ハガネール、風邪ひいたかな、ハナデールでした。いやー、惜しかったですね。いや、マジで惜しい。いや、でもポイント押さえてたね。うん、そうそうそう、確かに80点って感じ、ほんとにね。いや、今の俺マジ脳がさえ渡ってましたよ。シュンってきたね。思いついた瞬間、笑顔だね、思いついた瞬間は、あの完全にここにあの電球マーク出てた。3問目もいきますか。3問目はね、まあ2問目とまあ、まあ、同じような感じですね。いきます。ガーメイル、お手紙書いたよ、まる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 。ガーメイル、お手紙書いたよ。右目のコンタクトが外れました。大丈夫です。大丈夫ではない。大丈夫ではない。でも俺の予想は、多分メールとメールをかけてあるんだよね。お、これは絶対合ってるんだけど。じゃあ、来た来た来た。はいはい、オッケーオッケーオッケー。じゃあ行きますか。はいはい。ガーメイル、お手紙書いたよ、恋メール。えっと、返信よこせってこと。だから、戦略的にガーメールにお手紙、あ、でもどうなんだろう、ガーメールにお手紙、手紙の返事をメールでさせるんですか。そうっす、現代、現代風に。はい、ポケモンもそう思ってるんで。じゃあ、ちなみに考えてた館長が、ちょっと、あ、ありってじゃん。ガーメール、お手紙書いたよ、 G メール。あ、でもうまい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 。いや、そう、ガーメイルの G かかってる。うまいうまい、俺よりはうまい、余裕で。うますぎる。ダンドラさんがうまいっす、たぶん。マジ、ガーメイル、お手紙書いたよ、E メール。あー、え、めっちゃ惜しかったじゃん。あ、もしかして、あれ、もしかして、あれ、歌も書いてらっしゃいます、もしかして。もしかして、歌も書いてらっしゃいます。俳句読みの才能もあるかもしれない。じゃあ4問目も行きましょう。4問目、二重丸の技が決まって、ほにゃらら。うわ、多分わざわざ二重丸チョイスしてるから、多分二重丸である必要がね、ある可能性がある。いや、ヒントを言うと、
ニジュバルである必要性はないです。ニジュバルの特徴を言ってるものではないです。いや、これは難しいですね。難しいけど多分うまい。本当にEメールよりはうまいです。決めました。じゃあいきますか。ニジュバルの技が決まって20丸。正解です。これはすごい。だってこれは E メールよりも難しいもんだってぶっちゃけ。いやでもなんかね、なんか今までのパターンから言うと完全になんかもう対比ってか、あれじゃん、ラップ的な感じじゃん。韻を踏んでるからなんかもうそれしか出てこんかった。合いそうなのが。僕もヒップホップはなりますよ。ヒップホッパー、ああ目指す。こっから確かにありだな。なんかアバイル君とかもヒップホッパーだったし、コラボするか、うん、最近やっぱYouTube 界も歌ね、あれなんでやっぱ強いじゃないですか。いろんな人がなんか歌ってるんで、俺もちょっと今からなんか普通の子やってもねついていけないんで、ラップでラッパーバロバロラップ。ちょっと待って、次行こう。じゃあ最後、最終問題いきますか。これはですね、今まで、大木戸さんも結構すごいなっていうところを見せつけてきたんですけど、たまにはこういう問題もあるよっていう、こういう川柳もあるよっていうのを紹介するための、ものです。じゃあいきますね。鼻からブ、炎がブッブ、ほにゃららら。炎タイプなんだよな、多分。俺も決めた。何ですか、自信あります？あんまないね、正直。まあ、ただこういう系統だろうなってのはなんとなく予想ついてる。それが合ってるかどうか。じゃあいきますか。じゃあ鼻からブ、炎がブッブ、炎武王。いやでもこのパターンはポケモンの名前が入るんじゃないの？僕も最初それでしたね。でももっといいの思いついた。マジですか？お、割と自信ありますよ。じゃあ合ってるかな。鼻からブ、炎がブッブ、ポカブッブ。ちょっと待って。正解言っていいですか？鼻からブ、炎がブッブ、ポカブがブ。だこれはすごい、普通に。いや、ってか大きいより僕の方がうまいよね、それ絶対。あ、確かに、さっきとセンスありますね。現代風に合わせたね、もしかして。うん、やっぱ、違うね。さすがは。さすが、作詞してる人は違うわ。作詞？そうそう、歌作ってる人は違うわ。株式会社ポケモン入りましょう。よろしく。今度から、その仕事しましょう。ポケモン川柳2週間に1回の仕事。アリポケモン今のうちにアピールしといた方がいいですよ。待ってますって。え、何が？だから川柳の仕事を。ああ、川柳の仕事を復活させましょう、増田さん。増田に言っても意味ないと思いますよ。アニメゲームフリークだもんな。はい。